茨城県道34号龍ヶ崎網線は、茨城県龍ヶ崎市から、稲敷群が網町に至る県道である。龍ヶ崎市田町の大東寺前交差点で、茨城県道5号龍ヶ崎板湖線より、分岐北上して、国道408号交点である、牛久市正直町交差点を経て、網町青宿の網坂下交差点で、国道125号限道に接続する、県道路線。 県道に並行するバイパスとして、首都圏中央連絡道網東インターチェンジと、接続する宿久の町網町島津を結ぶバイパス道路があり、龍ヶ崎市内にも、中心市街地から龍ヶ崎ニュータウン龍家岡地区を結ぶバイパスが通る。1977年2月14日、前身に当たる県道木原龍ヶ崎線の一部、県道、高田に網線の一部を廃止、統合し、 主要地方道に昇格した新しい県道路線として、起点を、龍ヶ崎市、終点を、阿町とする県道龍ヶ崎阿線として認定された。その後、1995年3月30日に、茨城県道の路線再編成が行われたことにより、整理番号34に変更され現在に至る、道路法の規定に基づき、龍ヶ崎市、藤ヶ岡稲敷郡阿町追延館及び、 阿町若栗道町青宿間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。牛久市区の町から東へ、首都圏中央連絡自動車道、阿東インターチェンジに接続し、稲敷郡阿町、島津の国道125号急道に至る。 延長約 7.2km、福音3 0メートルのバイパス道路。網東インターチェンジ直近の沿線には、大型商業施設である網、プレミアムアウトレットがある。1997年に、網東インターチェンジへのアクセス道路として事業化され、2014年12月2日に、残存区間の網東インターチェンジから、牛久市区の町までの 1.2km が開通して、 全線開通した、網東インターチェンジを中心に、牛久区の町から網東部工業団地までの区間が4車線、網東部工業団地から国道125号までの区間が暫定に車線にて共用中である。路線全体は、茨城県南部に広がる稲敷街一条を通る、高低差の少ない河川低地との断球がけ部は、緩やかな坂道となっている。起点付近は、 龍ヶ崎中心市街地、原道の終点付近は、阿美町中心、茨城県道34号龍ヶ崎阿美線、龍ヶ崎市場の内野の城の内中央交差点付近、牛久市正直町の正直町交差点付近、稲敷郡阿美町、吉原、ありがとうございます。